メイト愛媛県代表チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやっていくんですけど、ちょっと事件が起きまして、そう、なくし物をしちゃって。そうなの。そうだよ、なくし物の話の前にいろいろ話すことあるのにさ。そう、でもちょっとなくし物がちょっと衝撃すぎて、どうしよう、何から話そう。まあいいや、何から言おうかな。じゃあもう歌唱力の話かな。昨日の夜に歌唱力決定戦、歌唱力ナンバーワン決定戦のユニット戦の予選の放送があったんですけど、無事に予選を突破することができました。イエーイ。そう、今回は私とさきさんとハッツの3人で歌わせていただいたんですけど、花水木を歌わせていただきました。で、なんかまあ参加ユニット14組で、で8位、上位8人8組が決勝に行けるっていうことだったんですけど、私たちはギリギリ8位に入りました。やった。もうすぐにハッツに電話したもん。そう、入ったねっつって。めっちゃ嬉しい、マジで。で、3月2日に日本青年館ホールですよね。で、あの決勝戦が行われるので、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。ちょっと今お腹が空いてて、そうお腹鳴っちゃうけど、ハッツもね755に書いてたんだけど、3人で集まることが難関だからそうなのよ。今日の15時からチケ戦で申し込み開始だそうですので、皆さんぜひ。そう、もう私がさ19日から坊ちゃん劇場があって愛媛に行くからさ、そう、でもずっと2月末まではずっといるから、全然ね、その一緒に練習っていうのができないんですよ。そう、ユニットにサッキーさんがいるの意外な組み合わせでびっくりしました。そう、っていうのも私たち最初、まあハッツが声かけてくれて、私とハッツと別のメンバー一人で出る予定だったんですけど、ちょっとその子が出れなくなってしまって、でもうどうしようどうしようって探して、そしたらハッツがサキさんに声をかけてみるよって言ったら、サキさんが OK してくださって、そう、お腹鳴ってる
そう、さきさんが受けてくださって、それで、あの、で、それで結成されたのが今回のユニットです。日本青年館でやるので、ぜひ気になる、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。で、そしてね、私はちょっとさっきからそう、なくし物をしてて、でももうどこで落としたかというか、どこでなくなったかじゃないけど、分かんなくて、ずっとねぐるぐるしてる。そう、歌唱力の話は待って、なんかゆっくりできたらいいなって思って。いや、めっちゃ見つけやすいものなんだけど、そう、まあ、そのまあなくしたものがなくしたものでね、ちょっとあんまりみんなにお伝えしづらいもの、いや別になんか伝えて全然いいものなんだけど、ちょっとみんなに言うのはね、ちょっとはなんかあのあれなんだよね。ジョーマイラブって4月公演しません。3月で千秋楽なので、はい、まあ、外で落とした可能性が高いんですね。でも何も覚えてなくて、私、そう、まあ落としたものがマスコットキーホルダーなんですけど、なんかカバンにつけたとこまでは覚えてて、でも何かの拍子に外した気がするんです。ただでもその理由が分かんないし、でも外した後どこに置いたんだっていう話だし、まあどっかで落としたっていう可能性が高いのかなとか思いつつ、でもそう、なんかっていうのも、その移動した距離がめっちゃ遠いから、そうだから、その戻って見つけるっていうのが難しくって、親、あの車に置いたのかなとかいろいろあるんだけど、なんかふとした時にあれそういえばないなみたいな感じになって、そう、まあそのマスコットもね、マスコットでちょっとね、あんまなくしたくなかったマスコットだからさ、ちょっとどうしようって思って、
そうなんだよ。だからさあどうしようって思って。まあ、マスコットをつけて外して置いてたらいいんだけどさ、見つからないんだよね。なんでこうもうまくいかないんだろう人生って。はあ、ってなってますね。で本当に何も覚えてないんですよ。本当にね、なくしたくなかったんだよあれ。しよう。だから悠長にお出かけする気になれないんですよ。めっちゃそう、なんか準備する気になれなくて、やっと準備終わって今ちょっとショールームしてるんだけど、でもちょっとなんかね、外に出る気になれない。すごい。そう、まあでもやっとねちょっとメイク終わってしたんですけど、はい、ということでごめんなさい、こんな感じで終わってしまうけど、それじゃあね、じゃあ今日はここら辺でごめんなさい終わりにするので、ランキング読むね。13位ココホルさん、12位ガウリーさん、11位ソランさん、10位トシくんさん、9位桃の天ぷらさん、8位飯田博之さん、7位カラスのカーコさん、6位ロミツさん、5位マモさん、4位カリネコでも好きだよさん、3位アーティーさん、2位ハヤちゃんさん、1位がタマクニさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまたね。ありがとうございました。